今日はですね、北総合病院の歴史、あと何を重視しているかをお話ししたいと思います。地域枠の観点から、今回、卒業されて一期生が、研修医としてスタートを切るということで、将来的にも県内で働こうかなと思っていたので、僕も日立出身で県北の医療が、かなり、崩壊しているということを、耳にしてたので、すごいちょうどいいなと思って地域枠を、受験しました。地域医療を早くから触れられるっていうのはとてもいい制度だなと思いました。人との関わりを持てる医学とか、何でしょうね、人を、理想ですけど人を救えたらいいなというふうに考えていたので、医師を目指せる立場にあるんだからやっぱりやってみたいというのと、あとは茨城県医師が少ないということで自分が、その一員になれれば、すごくいいなと思ったので、医学部を目指しました。9年終わってみないとわからないというのは正直なところなんですけれども、県内で働こうかなというのは多分変わらないと思うんですが、どこの地域で働くかはちょっと正直わからないんですが、せっかくこう地域枠として、やっていった9年間があると思うので、そういった地域医療を実践したいなという思いは多分あると思います。地域医療、技術的なことはいろいろあると思うんですけども、やっぱりその地域の方々に、馴染んでいく、そういった、コミュニケーション能力とか、そういった地域を知る能力というのをしっかり身につけて、で、どこに行ってもそういった地域医療を実践できるようになりたいと思っています。僕の中では理想の医師というのはその町のお医者さんという感じで、とその人のある特定の病気を見るのだけではなくて、その人全体を見たり、あとは家族を見たり、そういった総合診療医みたいな感じのが僕の理想となってます。まず第一には充実した研修を送っていただきたいことで、アフターファイブに関しましては、やはり仕事の疲れを取る、また地域に馴染んでいただきたいということで、地域の方々と触れ合ったり、楽しんだりしていただきたいと思います。地域枠はもともと医師不足地域の医師の配置を目指しておりまして、この期待に関しましてはですね、やはり医師不足地域で充実した研修を行っていただいて、立派な医師になって、あと医師不足地域への貢献をしていただきたい、それが私の願いです。